日本神奈川県横浜市製薬、竹村町、竹村町は神奈川県横浜市製薬の町名。住居表示は未志行で、町名は設けられていない。面積は0.193平方キロメートル。製薬の北西部に位置し、北は上製薬町、東は製薬町、南は中屋敷に接する。西は山和市との市境となる境川に面し、対岸は 山都市深みとなるが、町域にかかる位置に橋はかかっていない。南北に神奈川県道401号瀬谷橋子用線が通り、相鉄本線瀬谷駅への神奈川中央交通バスが運行されている。町内には、浄土、総吉正寺と南西部に神奈川県立瀬谷養護学校がある。1977年3月28日に、 町会町名整理事業に伴い瀬や町から分離、新設された。明治初期に中村、下村、竹の内の字があり、この三つを合わせて竹村と通称されていた。町名は住民の要望により、この通称から取られた。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。